チン買ったんだ。このね、普遍的なね、普遍的な食べ物が好き。なんだかんだ言いましてね、いろんな数あるカップ麺ありますが、結局これじゃないですか。シーフードもいいけどね、カレーもいいけどね。じゃあ食べましょう。アッツシャス、アッツシャス。これこう見せて食べます。どっちでもいいか。朝昼食べてないんでね、染み渡るぜよ。こんなにうまかったっけ。なんか久しぶりに食べたっちゃ食べたんですけど、結構ねカレーヌードルパターン多い可能性ありますね、私、うん、あパティーン多い感じしますね。なんだよ、うまこんなにうまかったか。そうか、びっくりしましたね。うん、謎肉がいいね、やっぱりね、謎肉いいわ。ああ、うまうま、謎のお酒リンゴのほっぺ、これね、美味しいんです。幸せだ。これちょっとなんか揚げてきました、チーズのカリカリのやつ。あんまり動くと酔いが回りますからね、気をつけてください。今日は何かいいことありましたか、皆さん。私はね、ちょっとこう外でね、こう日焼けをしに、日光浴しに行ってね、バッチリ焼いてきました。化け物ですね、このカップ麺。だってさ、何十年と第一線でいるんですよ、この人が。すごくないですか。しかも味って変わってないよね、多分ね。なんか肉がコロチャーになった時期はあったけど、卵もなんか昔よりふんわりしてる感じはします。これですよ、カップヌードル。わかりますか、この定番感。
あ、どっちの動画が先になったか分かりませんけども、今日ねちょっと2本目です、収録するのね、うん、手でいきますね。これ手で食べた方が美味しい説ありますから。おにぎり、おにぎりを箸で食べて美味しいですか？手で食べた方が美味しいですよね。っていうことは何でも手で食べた方が美味しいよ。あんま、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 あんま。あんま。これもうまいんじゃないな。ただいま昼ちょっと過ぎの、まあ、夕方という感じかな。ただいま4時。これ太陽光の中、お酒をモイモイに飲んでいく背徳感。今日は休みなんだよ。美味しいね。食べたことない人いないじゃないですか。この累計数を知りたいよね。過去これを何杯食べてきたか、相当食ってると思う。私はカレーかシーフードの方が多いかもしれない。でも一番普通のやつを久々に食べた時、こんなにうまかったっけ、なるから、ぜひ。食べ物、これがね、人生をね、豊かにしておりますよね、やっぱりね。で、まあ、例えばね、1人3万円のコースのフランス料理、それは美味しいですよ、それはそれで。だけれども、そんなの毎日食えますか？私は食えない。これなら毎日食えますよね、マジで。ということは何でしょうね、この食においてのこの価値観というのがね、なんかよく分かんなくなってきますよね。かたや3万円、かたや、ね、200円以下、日清さんですよ。
それ以来あ、これでいこうか。これで目のとこ、あ、あ、ちょっと待って、これいいね。こうすると汗かいても勝手に汗を吸い取ってくれるね、ティッシュが。だけど息を吸うとこのティッシュがこれはダメだ、死んでしまう。危うく死にかけたぞ。食べるっていいね、飲むっていいよね。また一緒に食べましょう、ね、ちょっと募る話もあるんですが、今日は食べるだけでした。すいません、また次回話します。いろいろ、じゃあまたお会いしましょう。